せーの、ナンバーサーティーンのラジオスティーニプラス電柱に、はい、始まりました。ナンバーサーティーンのラジオスティーニ第30回です。うわー、今すごいごまかした。30回、ありがとうございます。MV おめでとう。これが火曜日ですから、おととい、出てます。 MV が、出たね。で、まあ、その前、その次の日に、ドキュメンタリーが出てます。ぜひ見てください。はい、お願いします。見てるかね。うん、まあもう出て使うことだから、ね。どうでしたか。ああ、そうね。ああ、今はね、そのこれは日曜日の今7時半なんで、あと30分後にあの MV が出ます。そうね。おコメント読み中ぐらいに MV 発表。そうだね。あ、それリアルタイムで見てもいいかもね。8時になったら。まあ、タイマー設定して。俺もね、あの途中までしか見えてないから。うん。ケンちゃんと2人で。見ようか、ラジオ中に。ここ二人はです、まあ、見たわけじゃん。修正前のやつは見たんやっけ。修正前見たね。ああ、まああんま買ってないかな。どっちも俺は見た、うん、買ってるとこ見てない。結構変わってた。あんま変わってないでしょ。あんま違和感はなかった。そんなに大きく変えてないんで、うん、ちゃんと俺がベース弾いて回ってるとこ入ってた。まあそれは入ってる。入ってねえよ。いや、MV は入ってる。入ってないよ。MV 入れた分なかったよかった。もう入ってくれた方が俺はもう面白いな。あれあれあいつ、お前ちげえよな。あれあいつなんか一人で楽しそうなみたいな。そういうのあってもおもろいかもな。0.5 秒ぐらい。いやでも I hate you でやったらあかんやろな。それはいいかもしれない。マイフェイスでやってても気づかれんやろうけど、I hate you はわかん。別の曲で撮るとき全員違うことやってるとかいいんだよ。まだ見ぬ、ね、新しい MV の曲ね。そうね。そういうのできたらいいですね。次は。いい感じじゃないですか。いい感じのできたと思います。そうね、デキに関しては一番好きの音源が今までで一番好きかな俺は。あ、その今までのその俺らじゃないナンバーサーティーンの時も含めて一番好きかもしれない、うんうん、ちゃんとね今回マスタリングをして、うん、もうきっちりしたんで過去一いいよな。そう、ね、音源、音源は確かにそうっていうので俺もちょっとね、あのいろいろ動いていこうかなって思うんでね、うん、いいのできちゃいましたね。もう今年1位じゃないですか、うん、もう今年は作らないでしょ、小松さん。うん、あ、今年1位のやつできましたよ。誰かが宝くじ当てればいいですけど、多分できない。で一緒に買おうか。なんで誰かが取ったやつで金出してもらおうとしてんねん。ケンちゃんやったら絶対俺出すな。出すな。法律性あるからな。MV 怒るってないの。1億ぐらい当たったら出すやろ、そら。1億は出すよ。新曲だったら全然出すやろ。1ヶ月分休んでさ、新曲作って、レコーディングだから、あ、なんか費用全部俺出すからな。やばい。月、給料分も上げるよ。絶対言うで、俺。ちゃんと千葉の方になんかバンドで合宿できるとこあるらしいよ。あ、そうなの。そうなんや。それ行ってみたいな。出す。それは全員で出して行こうや、普通。返事ばっかり。あ、トッキーにライズアップおごれば。うん、それはそれはええわ。なんでやいいわ。バンドに関係ない。関係あるやろ。もしかしたら入客一人増えるかもしれないんけ、俺のダイエットで。あ、すごいニュースがあったね。お、何ですか。昨日知らない。これは LINE ニュースの一番上で見たいんけど。またよ。それしか情報源がないけど、ね、でも LINE ニュースにしてはすごい。でも今話題になってんちゃう。渋谷で、うん、あの女性が、うん、女性2人を刺した。あったんですよ。え、なんで？わからない。いや、本当にわからないんだよ。あの、でもなんかさっきちらっと見たのはなんかその試しに刺したかったみたいな、その面識ない人たちだったんでしょ。多分そうじゃない。一切なんかその一回試したかったみたいな。何を試したかったの？刃物の感じ確かめてえなと思ってやったんだけど、包丁研ぎしかなんかな、その人は。研いで、結構綺麗な、切れるかな、切れるわ、みたいな感じ。いけるわ、みたいな感じだね。そうな、渋谷って結構近いからね。そうね。そうね、出てますしね、僕らね。サイクロンとかね。
怖いな。まあその時は出たら出たで頑張ろう。うん。包丁持ってきたやつ。すごいお前。もうどうするのこれ。こうやったやけど、こうやったらお前ザクンやで今。ああ、そっか。大丈夫。こうやったらこうやね。あ、そう、そしたら、ね、角度変えたらいいだけや。そうだね。その判断できんやったらもうその方手叩けばよくない。ポーンって。それかなんか物持ってたら思いっきり顔面にぶつけられる。怖っ。知らねえよっつって。こいつが犯人になる可能性もゼロじゃないでもう。でも多分やり返したらそれはそれで犯人になると風邪が重いとして。これさぁ。ちょっと切れ味悪なってるな。ちょっと切れ味悪い。これさぁ。切れ味上げてきた。さぁ。少女なわけでしょ、これ。犯人の子が。まだ女の子らしいんだよ。そうね。まあ、その情報もないから初めて聞いたもん。これさ何歳、何歳だったっけ。年齢はまだわかんないんじゃないかな。まあ、ってことは多分18歳未満や。うん。そうなのは確か。でないと発表されるから。うん。これさ、本当に切っちゃっていい。もう切られてるから。切られてるから。これさ、ダメだよ。切ってないね。切ってない。切ってないのよ、それ、小松さん。あ、坂上さん。切っちゃいました。切ってないですよ。またつまらぬものを切ってしまった。五右衛門ですか。切れてない。そもそも俺らも切られていいんじゃない。うん。そういうわけじゃないけど。切られるから、その、あれか、ケンちゃんの。物理的に。おなら。うん。おならは龍馬か。まあ、誰であってもそうやけど、ね、俺とアッキー以外は、まあまあ、放棄しまくってるけどね、お前。そうね。なんかね。出るよね。いやでも俺年とともに回数は減ってるで、人前でする回数は。なんでお前若い時は人前で平気でしてたよ。いやそういうもんやん。ちょっとよくわかんない。ちょっとよくわかんない。出すもんすよ。まあ俺の上司にあのいろんなこと我慢してるからゲップ等なら我慢しないっていう人がだからどこにおっても絶対にゲップ等なら我慢してバーンって出すタイプ。そこで日々のストレスを発散してる。発散してるらしい。ゲップはいいけどな、おならはちょっとね。平和な、最近あの自分一人でおるときは全然すんねんけど、うん、人前でやってまたね、暴発したらあかんでしょ。うん、一人のときも暴発したら恥ずかしいからやめとき。いや、一人のときは恥ずかしくない、全然。恥ずかしがれ。でも確かに一人のときで暴発したら、それそれが面白いから言うかもしんないな。まあ、気をしれん。おならにさ、匂いがなかったらいいんだけどね。ああ、それ多分。共にうんこも匂いなくなっちゃう、うん、気づかないうちに、うん、あ絶対拾ったでしょ。お前さ、高性能なコンデンサーマイクに何を拾わしてんのお前。人気で出せるか羨ましいよな。人気ってないよね。人気のなんてなんだ。さすがにこれなんでこんなに出るんですか。これなんなんすかね。さつまいもでも食えねんじゃん。これなんなんすかね。おならですよ。知ってます。それおならって言うんです。実は。テレフォンショッキングで何回も見たやつ。これなんなんすかね。テレフォンショッキング覚えてる？覚えてないわもう。あれ不思議ですよね。あれなんなんすかね。全然不思議じゃなかったね。何も。はい。あと何かあれ切ってほしい。あ、そうかあれだ。ちょっと言わなきゃいけないことがあるんだ。お。ちょっとすみません、龍馬が、はい、まあちょっとあのごめんなさいね、ちょっと時間いいかな。いや、ちょっと龍馬のことでも大丈夫です。龍馬が今ちょっとなんでいないかっていうのをお話しさせてください。うん、龍馬がいないのは実は仕事で遅刻するます。何が何のちょっと甘がみやったし、ちょっと甘がみやったし、微妙なところで甘がみやった。比較します。お前噛んだとこ噛んだまま言える能力すごいなお前。よく言えんなそんな。遅刻するということで、まあ、今3回連続じゃ、うん、5回連続じゃなんか罰ゲームでしょうか。ああしようか。うん、分かんないんかな、なんか予定の組み方が。多分こっちの方が先に入ってるはずだもんね、予定的には。うん、でも今回イレギュラーで言うなら今日だけ日曜日やからね。まあそうね。うん、ただ先月には決まってるからね。うん、そうやね、うん、今日だけ日曜日聞いてみようか。あと2回スタンプ、欠席スタンプ、なんか罰ゲームじゃ募集しましょう。
ああ、そうね。あ、でもな、優しい人多いからな。決めようか。おなら、かがせ、ゲーム。画面で。そうそう。おなら、かがせ。それ新しい AV みたいじゃない？大丈夫。やったな、それはそれ。もうあるんじゃないかな。BL 系の多分、そういうのありそうやね。ゲイ系。ちょっと見たくもないし、やらせたくもないな。やだわ、それマジで。あの、直。直おならかがせ。直は。ゼロ距離。直やばい距離。それやる人もやられる側もどっちもいいじゃない。そうな、だってあれ匂い、多分やけど直は匂い残るから、そいつの顔面におならの匂いが残り続けん。こうやって立ち上がった時、全員に匂い。はい、却下。臭いの癒す、僕。え、そんなへこむ？でもあれ直接はほんま臭いからな。直接の塀嗅いだことないか分かんない。なんか臭いとは思う。部屋で塀するときとかもさ、パン1で塀するんと、うん、マッパで塀するときのなんか匂いちゃうくない？いや、分かんない分かんない分かんない。なんかあれじゃなかったっけ、そのおならって空気に触れなかったら臭くないみたいなのなかったっけ。うん、へえ。いや、なんかね、どっかに癒着してそれが酸素にさらされて臭くなる。でも癒着するとこが顔面やから、晒された瞬間、握手。ストローで嗅がせ。ストローに入れる方がむずいやろ。まあ、それはティーニの腸内環境にもよるからな。そうやな、匂いは。めちゃくちゃヨーグルトとか野菜ばっか取ってて、めちゃくちゃええ匂いの時もあるから。ええ匂いはないやろ。臭いか臭くないかの二択しかないやろ。そう、そのマイナスからゼロまでしかないから、プラスはないから。ね、あの卵食った時、結構マイナス値上がれへん。ああ、わかる。ああいうのはダメでしょ。卵系やばいよ、ね。タンパク質。やばいよ。一回さ、ケツに香水かけてさ。うん。多分ね、ケツが痛い。そのケツが痛い。企画いいな。何の企画やろ。多分マジで地獄な匂いになると思う。やし、その、何のメーカー使うかによっては、まあまあ訴えられる。じゃあ、シャネルで。めちゃくちゃ訴えられる。訴えられるの待ったんしや、お前。なるほどね。まあ、そういうね、あの、中学生が好きそうなやつはやめようか。そうね、うん、こっちは身も持たね。そうね。しかもシャネルやろ、無駄に高いしな。ちょっとそれだけで終わりなんやろ。ちょっとやだわ。めちゃくちゃもったいないやん。おならで言ったら、その自分でさ、うん、部屋で一人でいるときおなら したらさ、うん、握りっぺして自分で嗅がない？しないね。しないな。せえへんな。うそ、ヘドを極めた俺でもする。何ヘド？やだわ、それはそれ。なんかこう寝っ転がってさ、ネットフリックスと海外ドラマ見てるじゃん、うんうん、あ、おなら出ると思ったらケツに手やって、うっつって、で、臭かったらちょっと嬉しい。なんでやん。臭わかんない。それ時間パンツに手入れんの？そのこの、いや、あ、そうそう、入れる。で、ゼロ距離で。いや、こいつゼロ距離でやってるやん。やってたわ。やってるやん、ゼロ距離。なんかで、無臭だったら、おもんないな。何がやねん。臭かったらちょっと嬉しいよね。いや、これね、多分、俺が多数やから、うん、少数の人集まってるから珍しいパターンや。もうへの話やめようか。みんなもうええわ、うん。みんなもそんなへの話ばっか聞いてもおもんないし、ね。俺、いつまでへの話すんねやろう。こんな。ちょっと飛ば、なんかね、あの画面。まあ、まだしてるわみたいな、あれやろ。多分これあれじゃない、チャプターがあるからさ、うん、への話って始まって、うん、30分ぐらい続いてんじゃん。めちゃくちゃあるやん。やばいやばい、長いん、まあ、俺は好きやけどな、への話。そんな長く続けられてくてもいい。あのラジオなんでね、もうちょっとだけ有意義で楽しい話しようか。への話深夜じゃないんだから。うん、中学生しか好きちゃうで、への話。あ、はい、タイムテーブル発表されたよ、9月10日。ちょっと落ちたけど話するんかなと思って。あれしようか。いや大丈夫です、もういいです。あ、もういいです。なんで出そうって別なもの出しそうで、こいつ、うん、あれ出ましたね。出たね、ハーツネクストか。うん、ハーツネクスト。ハーツネクストどこだったっけ、分かんない。出たことあるんかな、ないんかな。大塚、あ、でも高校生の時一回出て、それ以来全くなんで、ほぼ初ですね。機材搬入とかそこら辺気になるよな、俺らの場合は。機材減らす、ちょっと。じゃあ、そしかないんじゃないかな。でも、あれはいるもんな。一番バカでかいやつ。いるいる、絶対いる。ツインペダルもいるしな。シンバルなくすぐらい。アンプ系もちょっとあれかな、今回。置かれへんからな。うん。
9月10日土曜日、うん、大塚ハーツネクストで、ね、17時10分いいよねやります、うん、でそのアンリミットその俺がギター一緒なんで、うん、ちょっと考えたタイムテーブルでお願いしますみたいな言ってくれたよ、アンリミが、うん、1個空いてるんよね、そう俺ら1個空いてアンリミあのねあの直接がよかったね。そうね。どうせなら、どうせだったらもうそのままやる。あ、なんか多分やちょっと休めるみたいな配慮があったのかもしれないですけど、その機材的に言ったら連続の方が良かったです。一、うん、回ハケでもう一回つける。また出てきたって感じ。ずっととどまれへんやろネクストに。やばそう。まあでもいろんなねバンドいるんで。そうね、俺はねチェックどれしようか決めてんねん。あのそうだマジェンタ・オブ・アンビションズが同じ時間になっちゃった、うん、そうやね俺見に行きたかったのにねまさか終わったディーパーやったっけしかも、うん、だから終わってその次だから終わった瞬間自分たち片付けしてまあするっていうかもうとりあえず楽屋に物を置いたら出したり見に行かないと見に行けないえ無理やろかぶってんじゃんまるまるいやまるまるじゃないその次やったっけその次時間的にはうーんなるほどねまあ挨拶して酒飲むぐらいできるなそうねあとは、大抵見たら、ハーツネクストで自分の知り合いのバンドが出る。フィールゴロに出る。あ、ほんま。同級生が。あ、ほんま。で、あれね、その、なんかね、こういうサーキットいっぱい出てね、いろんなバンドと仲良くなれたら、そうね。いいやんな。うん。初めてだ。よろお願いします。おう、その頼み方初めてだ。雑や。よろです。けど、まあ、時間あったらね、見に来てほしいよね、やっぱちゃんと、うん、時間なくても開けて見に来てほしいから、ね、あ、そうね、できればね、うん、そういうもの、ね、うん、お願いしますあります、まあ、いろいろね、かぶってでもいいと思います、うん、楽しみやな、めっちゃ楽しみ、正直25分でね、うん、いい感じの瀬取りでやりますはい、待ってほしいねアイヘイトゥーやるかなあれどうだったっけ俺ね、実はね、今回の瀬戸にね、俺も忘れてんねやばあの機械にあれされてるから、ね、あれ見ながら俺ぶっつけ本番でやるからねえ、それじゃあやりたい俺一応画像持ってるけどいや、俺はぶっつけ本番でやる本番でいいやるオッケーじゃあいや別にライブ練習の話じゃないライブでは違うてか、なんでライブまでスタジオなのに俺忘れてんのさすがにもう覚えてるよこの前結構なんかいろいろ決めながらやったから覚えてないだけで、うん今日やったら覚えるよ、さすがに。ライブでぶっつけ本番とかやったら面白いのかな、みたいな。やるちょっとやるかな。あの機械いじれんねやったら、当日変えといてくれたら勝手に。多分ね、中身ドッキリしてくれ全部リセットならできるかもしんないけど。いやいや、ちゃんとあの、入れ替えるだけなの、シーケンス入れ替えるだけなの、勝手にそういうドッキリしてくれてもいいですけど。うん、ちょっと無理かもしんない。僕がびっくりしたか、俺。このカウントこれみたいなえ、このテンポ絶対ちゃうよなてて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 そんなないやろそんな曲ないし、そんな曲できへんってそうカウントちゃうやん、それももはや多分今の何かの曲が全部16分音符のクリックになってるから最悪だそれピコー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 いけー、それ絶対俺はそれでも構わずライブし続けるよ頑張るじゃあちょっとおコメントいっちゃう。おコメントいきましょうか、うん、なんかね生配信でこうみんなと一緒にあーでもそれでも違うか、うん、生配信でみんなで一緒にお客さんと一緒にあの MV 見るとかあそれもいい、ね、あまあまあいつか33やっぱり34回やってね今回あおコメントでまあ、ちょっとびっくりしたんやけど、うん、ゆうかさんがコメント、うん、今回、ね、あんまり時間がないんで、うん、ちょっと1件だけ読ませてもらおうかと思うんですけど、あ、それ、これ、厳正な抽選をしてます、毎回言うやん、さっきやったよな、あの、あみだくじで、今日ちょっと時間ないから1件しようかって、そこ今、見えてないと思うんですけど、そこにホワイトボードあみだくじ、だって、俺、作るの2時間ぐらいかかったもん、めちゃくちゃかかるやん、やばどんだけ書いてんねん、ていうか、もう携帯のアプリでやる、それ。はいちょっとね、おめでとうございます。2000分の1ぐらいかな。はい。を今引いたんです。はい、すごいっすよ。で、あの中段コメントのチェリー。それ6000分の1かな。行かさせて、大丈夫、そんな。そんなにあの細かくこだわってないんで。はい、じゃあコメントね、呼ばせていただきます。あ、すいません、また。トッキーです。どうも。お願いします。いい、何今の。今回ね、なんと。松です。
ゆうかさんからコメントいただいてるんだけど、あの、あいゆうかじゃなくなったんです。え？え？あ、そうだろ。本当だ。普通のゆうかになってる。本当だ。で、その、うも、棒になってる。そう、棒になっちゃって。あ、すごい。もしかしたら、お初かもしれない。あ、別人ね。でも、俺がそのコメント来たのを見たときは、あいついてたから。あいついてた。じゃあ、同じ人です。同じ人か。あの、読ませていただきます。あ、すごい。おめでとうございます。うわ、読まれるよ。2000分の1やからね。そう。9000分の1。9000分の1。なんか細かく。6000分の1やな。6000分の1。ちょっと変わる。ちょっとよくわかんないです。はい。皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。リボンを知ってて嬉しかったです。ケンちゃん、ぜひ読んでみて。全巻プレゼントしようか。お、見つがれそうなってますよ、今。ありがとうございます。お、ケンちゃん読まないです。漫画読めないですよ。ケンちゃん文字読めないんで。それはやばいやろ。この前、今年初の、今年初のライブに息子と行ってきました。ひとりえってバンドを知ってますか？息子は大好きなんです。一緒に行くうちに私もファンになりました。息子とまた、一緒にライブ行けることを嬉しさと幸せな気分です。またまた皆さんにお題です。コマちゃん、また紙とペン用意してね。でもこのお題はメンバー全員揃っているときにしてね。ということで、あの、今日はできないとかね。来週。皆さんの相棒といえば、右手左手を使うあれですよね。めちゃくちゃ触ってますよね。あれを、それぞれ違った形ですよね。そうです。相棒の楽器を変えてください。楽器あ楽器ね。龍馬くんのマイクが一番簡単かな。コメントがヒロさんみたいになってしまいました。キャッということでですね。なるほど。いや、ちょっと珍しいなと。ゆうかさんにそっち系のこと言ってくるんや。ちょっと多分、夏になってきたんで、欲が抑えきれなかった。ああ、開放的に。はい、開放的になっちゃった。夏だしね。まあ、はい。一人絵ってさ、うん、お若がなくなったやつやな。確かに。ああ、あれ、もともとボカロPの。うん、一人の俺もライブ見たかったな。俺、お若の時に見たかった。あ、今も活動してるの知ってねんけど、それ知らんかった、それは。まだちゃんとやってんの。お若って、ボカロ。ボカロの P。ボカロ P でお若って言って、なんとかダンスホール、ダンス、ワールドエンドダンスホールとか、それか、そういう曲作った人が、あの、ボカロじゃなくて、そのまま一人っていうバンドやって、自分で、あの、歌いながらやっててんけど、うん、なんか28、9ぐらいの時亡くなったんだよ。26やったかな、なんかそこら辺で。めっちゃ若かった気がする。若い、亡くなっちゃって。なかなかね、悲しかったけど。でもなんか活動、まあできてんの。ニュやってるわけ。あの、俺的にさ、あの、富士ファブリックとか、うん、ボーカルがなくなる系で続けるのって、めっちゃむずいと思うね。むずいと思う、マジで。それをちゃんと続けてるんで、ちょっと見てみたいですね、一、うん、人で。確かに、はい。いいな、でも、息子と見に行けたら、うんうん。幸せですよね。じゃあ、息子と、まあ自分にね、子供ができたら見に行きたいバンド。ケンちゃんはビーズやろ、うん、大丈夫ある小松さんとか、アキさん。もう子供ができたらね。子供がね、何好きかによるけどね。うん、でもビルボードとかブルーノートには連れてきたいな。ちょっとあの思考がだいぶプロの人でしたね。ジャズ。ジャズの方見に行かせて、どちらかというと。まあでもジャズ見に行く、ジャズ見に行こうよって言えば、まあ、お前は喜ぶか。うん、そうチクコリは見に行こうぜ。チクコリ、チクコリや。チクコリかと思ってあの全部 AV に変化するのえ夏やから開放的になってるのもしかしてチクコリそういうことかなチクコリねチクコリおじさん手を使うな俺のこと言ったのかな違うよなんで俺となんかこれはもう子供と見に来たあ子供がそのなんかポップスとか好きだったとしたら、うん、逆にエルレガーデンとか連れてきた、うん、あそうね、これもエルレガーデンは連れてきた、ね、そうね、確かにそれきっかけでなんか好きになってほしいなるほどねミスチルとかでもいいけどねああミスチルへのめちゃくちゃでかい声出た俺僕あの、あったんですよ、前それこそ僕あの、バンプオブチキン結構好きなんですけど、こう見ててね知ってる、うん、バンプオブチキン、フジ君大好き、フジ君大好きなんだけどバンプオブチキンって、なんかこう生まれたなんか初めてそのなんか、なんか俺が行ったんで、多分高校か大学生ぐらいの時に行ってんけど、それが多分1990いやそんな古くないそんな古くない、うん、多分生まれてないバンプオブチキンがまだあの確かね僕が行った時はゴールドグライドツアーっていうやつやって、うん、まあその俺が好きやったオービタルピリオドの月のアルバムやってんけどなんかねこの前オーロラークっていうライブに行ったんですけど、そこでなんか
ツイッターのコメントをチャマが読んでくれたんですね。でそれに、なんか子供の時に初めてバンプオブチキンのライブに行った私ですが、今日20歳の娘と一緒に来ましたっていうコメントがあったの、うん、めっちゃすごいなと思って。だからその人はめっちゃ子さんなわけ、うん、でそのまま娘も好きになった、めちゃくちゃすごいな。それはすごい。そういうバンドを目指しましょう。なんかね、身分証とかあったらいいけどね。え、どういうこと？そのツイート多分嘘でもつぶやけるからね。なんでそんな夢ないこと言うの？怖い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 。お前、水田な。そう、僕でもそう。身分証見せてほしい。まあ大丈夫です、それも。うわぁ、すごいわぁってなったから。たまにあるやん、なんか。あるある。ツイッターの、ね。ある、あるけど、あの、もうそれでいいやん。YouTube の素敵な思い出でいいやん。素敵な思い出やなぁでいいやん。僕でもそういうのいいね。たぶんビーズも多分おるよな。そういうのは長いし。年代的にはそうだね。たぶんミスチルとかもさ、うん、おるやん、うんうん、でも俺確か先週の飲み会で言ったの、ラルクアンシェルになりたいって言ってたよな、うん、そうだ。先週飲み会やったよ、うん、やったよ、うん、それ写真撮ってあげてなかったね。そう、俺途中でさ、俺ちょっと遅れたからね。そのラジオスに 33.5 っつってちょっと動画回そうかなと思ったよ、うん、俺遅れたからすごい。途中で特権熱弁するから。あ、ごめん。ラルクアンシェルになりたい。そうそう、あのね、あのラルクアンシェルみたいにホールでツアーとか世界ツアーとか回るバンドって多分減ってきてるよねって。減ってるよね。特に現代の、そう、ワンオクとか、それこそね、ウーバーとかね、やってるけどないから、ね、そういうのができるバンドに俺なりたいなって熱弁して、先週は。で、今日はバンプオブチキンになりたい。俺何目指してんやろな。ブレ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 やろ。いやでもバンドやるってことは固まってるけど、方向性がブレブレブレ。いやでもバンプオブチキンがホールツアーできたら、俺はバンプオブチキンとラルクアンシェルを同等と見てるだけ。まあホールやってるし、うん、って考えたら一緒ですよ。そうか、ホールツアーができるバンドになりたいです僕は。トッキーはトッキーにしかなれないよ。誰かわかんないで大丈夫です。ありがとうございます。今日はね、あのコメント、あれ、なんかもうちょっとあったな。あ、お題ね。6万5535分の1。増えたな。増えましたね。前回もプレゼントされるし、ゾリボン。ありがとうございます。待ってます。ケンちゃん文字読まないのか。ケンちゃんあれか、絵を、絵見られるのか。いや、両方見れる。あ、逆に小説だって、あれでしょ。両方見れるわ。あれ、俺のベック今、ケンちゃん持ってんじゃん。ついに来たな。読んだ。 あ、そっか。いつ言われるかな思ってね。ずっと思ってる、ね、どこまで読んだ今ね。今ね、結構進んで、うん、ほんまに一巻の。お前亀なんかお前。34巻ありますけど。一巻の半分ぐらいかな。一巻の半分。すごいな。一巻の半分。犬がいじめられとったとこ。それ多分ね、まだね、1話ぐらい。まだ音楽やってないんだ、それ。確かまだ小雪ギター触ってないね。犬いじめられて、うん、バーって言ってですね。そう、女の子が出てきたとこ。どの女の子？なんかヒロインみたいな。魔法。魔法？あの、すくみず姿で出てきたやつ。あ、それちゃうな。あれ、ゆきちゃんじゃん。あ、ゆきちゃんや。逆にすごいな、この期間で。なんかいるよね、漫画読めない人って。いや、多分ね、ケンちゃん。順番が分からへんの。1,2,3,4,5,6 って書いてあるで。そう。いや、ケンちゃん、まあ、マジレスするなら、多分ケンちゃんは普通に漫画読もうとする前に多分モンハン開いてもらう。それは絶対。ほんでモンハンやって終わって、あ、もう寝ようかって寝て、で起きて、で全く何の気にもせずそんな仕事行って帰ってきて、あ、疲れたわって、こうベックを一瞬チラ見したまま多分モンハン開くの。黄色いダッサいスイッチで。いや、マジでな、あの時ピンクか黄色しかなかった。じゃあ黄色選ぶやろ。え、ピンク選ぶ。いや、ピンクやな。ピンクなんか可愛いやん。うん、可愛いな。可愛いからいいよ。女の子っぽい色なイメージがあるから、まあ、黄色にしようかな。でもサイコパスピンク。あ、そうか。違う、忘れとったわ、そういうやつ。忘れた、完全に。ついにラスボス倒しました。ありがとうございます。でもベックは、ベックはね、まだあのランポスあたり。ランポス、ランポス15頭を全然進んでるよ、それ、うん、めちゃくちゃやん。なんやったら納品ぐらいやろな、多分。そうね、卵の納品とかやな、うん。はい、いやー、ありがとうございました。ちょっと、あ、じゃあ、あと来週もぜひおコメントください。はい、お願いします。はい、じゃあそろそろあと6分で公開する、うん、別に僕ら見れますけどね。まあそう、ね、別に。じゃあ今見ちゃう、見ようか。じゃあ俺ケンちゃんと見るふりするわ。ここで
ここででもいいですけどね、この。ああ、なるほどね。怖い。フリーズしそう。つい、やばい。お、じゃあちょっと見ますか。ちょっと俺遠いから見えない。今手がくするよ。この動画飛行機です。すがすがまだまだ続いてる。ストロークセンチュリー I'm tired of fighting on the rest of the world I don't know what my dreams are You know I want you soそうそうそう。ちょっと時間が今59分ぐらい、あのスタジオの時計進んでるからね、うん、国前体質があるんで、ね、ドキュメンタリー見る？いや長いから大丈夫です。見たじゃん、もう20分ぐらいから、うん、大丈夫です。あれね、いやめっちゃだから思ったより良かった、うん、だからあの、うん、そのカツカツなこうタイムスケジュールだって思ってた以上にそれであれぐらいができるっていうのが分かってた、はいはいはい、だってあれ夜のシーン2時間ぐらいで撮った。めちゃくちゃパツパツやったよ。そう、終わったらじゃあ買って買ったやつってあんなさ、あんなドラムの移動ないよな、うん、ふわー持ってってっつってライトを寄りさせてみたいな、めちゃくちゃ大変でしたけど、あ、発表されました、おめでとう。
僕あの通知してるんでね、生さんに、うん、通知してるから来てる、うん、いや行きましたね、ほんまに。いや、これでもね、僕なんかね、そのやっぱバンドのコンセプトっていうか、バンドの色的にはやっぱマイフェイスが一番ナンバーサーティンっぽいんやろうけど、ちょっとこういう曲の方が変化球みたいな感じで、いや僕的にはこれ結構なんかこうど真ん中に持ってきたいみたいなとこあるんですよね、こういう感じのやつも。いろいろやるよ、うん、そうね、いろんなの撮ってみて、反応見てみて。でももうねまあ分かるのよね、その聞きすぎてるからさ、自分で。そうやな、いっぱい聞いても作る時から考えると一番聞いてるからね、もちろんやけど。そうそう、作って完成して、まあ調整してね、メンバーと演奏して、レコーディングして、ミックスして、うん、MV でもまた聞いて、 MV の修正とかでもまた聞いてみたいな。これ名曲なんかなみたいな聞きすぎて、あ、もう分かんなくなってくるやつね。まあね、仕方ない。まあこれね、このラジオ聴いてる人にだけ言いますけど、まあね、僕今多分今最新曲インフィニティ、うん、その次の曲ね、バチクソ難しい。あマジで、その小松が作ってきた曲の中で多分一番難しい。あれね、あれはそうね、まあまあちょっとやっちゃいましたね。あれやりすぎやろマジで。でも俺は大好きいや多分ね、好き嫌いで言ったら小松の曲全部好きやねんけど、うん、だからもう俺の中で来るのって小松の曲全部好きやから、うん、好きやから出てくるのがむずいか簡単そうか楽しそうなの。あー、うん、むずいね。そうね、今回のやつ、今回のやつはむずいこれ絶対に3ヶ月かかるような、できるようになるまで。何もないところと、まあ、普通の場面みたいなやつは大丈夫だけど、ちょっとちょっとね、前半分がちょっと俺は、いやでも最初の1分ぐらいで終わればいいのにと思うもんなほんなら簡単やのにな、結構そっから急に難しくなるんで、うん、ね、ちょっとほんまやってもうてるわ、ね、ライブとかね、レコーディングしたりとかして発表された時はほんと楽しみにしてもらえれば、ね、あのライブ、はい、あれ多分俺パフォーマンスできへんと思うけどな、あの曲腕とか絶対上げられへんと思う。スティックもずっと短く持ってると思う俺でもあれを一曲まるまるリハでやったら対バンビビるんちゃう。そうやな、そうね、こいつらこんな曲ばっかりなんみたいな、たらやばいぞ、お互い完璧にできるようになったら多分他の曲のクオリティも上がると思うけどね。あ、そうね、普通にそのレベルやんな、うん、マジで。なんならそれプラスなんかアレンジ加えれるようなやつらになったらもう怖いよ。いや、アレンジっていうか、できへんとこできるようにするっていうアレンジしかできへんと思う。そうね、その時ここちょっとむずいな、ちょっと右手的に無理。小松はやっぱりこうパソコンで作ってるんで、うん、ドラムのこう動線はやっぱり考えてないから、うん、ここどう考えてるもん。ほんまに、いや絶対無理な動線たまにあんのよ。いやいや、そのドルルルルルダトってダトは絶対無理やけど。それはいけんねん。え？それはいけんねん別に。いやいやいけない。ドルル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 左に2回じゃん。ダブルストロークできんのよ普通に。それはできんねんけど。あ、じゃあそれ作る。やめてくれ。できんねんけどなんかね微妙なとこあんのよ。このこっち行った時後にこっちに行くとかも無理やし、こっち行ったらこっちもみたいな時たまにあんのよ。そういう時のやつはなんかこうこっちをこうバスでごまかしたりみたいな、これフロアやけどバスでとかごまかしたりして、めちゃくちゃ動線を。腕速さしかないね。ああ、職種かもうもっと上手くなるしかない。あ、まあそう、ね、うん、でもここら辺に置くしかないセッティングを全部テリーボジョーみたいになってくるかも。そんなにいらんドラムじゃいらん、全部シンバル、うん、太鼓少ないからね意外と。太鼓じゃなくてもはや俺全部シンバルのやつすごい好きだもん。ある、バスも全部シンバル。そんなあるの、ね、ガチンガチンみたいなそう、シャーシャーシャーって伝ってんのいやー、そんな感じですかね。うん、だから次の曲、死ぬ前に言い残したことは、え、死ぬ前に俺ら死ぬもん今から殺し合いをしてもらいますお前だけ死ねへんやんじゃんお前支配人やから絶対死ねへんやん、お前そのドキュメンタルがね、その新しいの出たんよ。あそれでその今回芸人じゃなくて、うん、いろんなマイファスのヒロとかも出てない。あ、そうなん、俳優ミュージシャンごちゃ混ぜで、うん、香取慎吾とかいろいろ、高橋かさ勝則とかで、その貴乃花親方出ててで、貴乃花親方にその前橋のヒロがその札を読ませて、
今から皆さんに殺し合いをしてもらいますっていうのでもう何人か死んだ。そう、ほんまに死んでるやん。それだけで殺すのすごい、うん、マイファスのヒロも面白いもんな普通に。やっぱあの MC でいける人って面白いですよね、うん、ちょっとそれがね、まあ小松の話ついていこうと思ったらドキュメンタル確認しとかなかったのか。でも今回、ね、やっぱ芸人がいいなって思った。あ、そうなんや。うん、ザコシショウとかね。いや、天才なんやろ、うん、ドキュメンタルの天才なんや。無双無双。最初のドキュメン、あのザコシショウが優勝したドキュメンタルは見たけど、それ以降まだ見れてないんや。そうなんや。あれがピークやな。うん、そうなんや。いや、マジでやばかった。シーズン5かな。シーズン11ですからね。すごいな。いや、ちょっとでは確認しとこうかな。ケンちゃんはいいや。ケンちゃんはいいや。次回は、35回目になります、はい、うん、あ、そんなにもういっちゃう、あ、そう、切りがいい。何のかな、70の2分の1や。すげえぞ。そんなに切り良くなかったね。50とかじゃない、そういうの。7の5倍か、んすごいな。うん、そうね、次回が最終回か。最終回ないから。あれね、おちゃらけ本音ラジオやったっけ、うんうん、まあ、100回行ってる、あ、99回やったっけ。ちょうど100やね。ちょうど100度は、最低でも100は続けたい。そうやな、2年、うん、2年ぐらいか。結構かかるけど、うん、でももうすぐ1年ですからね。そうよ、早いね。うん、本当に。1回目いつやったっけ。12月か。1回目、あれや、12月にあのミュージック企画で13日連続投稿の初日かな、ラジオ。うわ、そんな前だっけ。そうよ、スタンダー前でもねえや、よく考えたら。いや、前やで、前か、8ヶ月以上前やからねって言って。なんか、でももっと前のイメージあったよな。うん、やっぱ時間のね、進み方って意外とね、人はバラバラなんだよね、わかんないんだよね。おいば、いや、ちょっとよろしくお願いします。じゃあ、練習しまーす。そう、練習しまーす。35回、ナマズティのラジオスティンでした。34回や。来週の分を言いました。ほんまか。ごまかすのうまいな。よっしゃ。食べたー。